銀河系軍団レアルマドリー前世紀と比べて落ちぶれたと海外の声。大幅なダウングレード。サッカー自体が衰退している証明かもしれません。今ではベンゼマが伝説と呼ばれています。ロナウドとメッシが同時に存在した時代。マドリーもひどく落ちぶれたが、バルセロナはもっとひどい。大きく衰退したエルブランコは今では色まで変わってしまった冗談だよ。今のマドリーは素晴らしい選手を集めたが、華やかではない。待ってください兄弟、CR7 とビニの間にはスーパースターエデン・アザールがいることを忘れないでください。バルベルでは良い選手だ、彼をそこにくくらないで。ロドリゴはベイルよりはるかに才能があります。ただゴルフの才能はベイルの方が優れている。クロースにはなれないが、フェデは素晴らしい選手だよ。ベリンガムも才能を見せつけている。これでも彼らは CL でトロフィーを獲得しています。ムバッペはバロンドールを獲得するよ。メッシやジルシアンスバキ、これは一体どう説明しますか？